昨日あのみんなの党と維新の選挙協力、参院選の選挙協力解消されました。一応その受け止めも。あの各党のね、他党の各党が、どういう形で選挙力しているかというのは、あの私どもあんまりその他党がどういう判断でやってるかということについて、掴んでるわけではありませんから、しかも他党のことだからあんまり言う筋じゃないかなと思います。ただあの政治的対決という問題で言いますとね、あの今あの中心になっている政治の対決点といいますか、それで言いますと例えば経済とアベノミクス、それから原発、そして TPP、 それから沖縄における辺野古の基地、そして憲法と歴史認識と、まあ、こういうのが大きな政治上の対決点といいますか、焦点と言ってもいいと思うんですね。でこの問題でじゃ あ, あの自民党との政治的対決を本当に維新の会だとか、それからみんなの党がやってるのかと言いますとね、やはり補完勢力としての立場がこの間鮮明になってきてるというふうに私どもは考えています。ですから政治 の, あの正面から今日の自民党政治との対決との関係でね、ものを見る必要があるんじゃないかなと考えています。